さんもお風呂入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェ、シーパルシーペです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え、頑張ったお客さんたちで賑わっています。ということで、まだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシーペのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz。アプリはリスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージは nonnonigq@gmail.com nonnonigq@gmail.com までお待ちしております。それではお時間まで私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください。お久しぶりです。オーナーのノンですすいません、先週はちょっと風邪をひいてしまって、まだそのちょっと万全ではないですけど、喋れるくらいにはなったので、今週からまた再開していくんですけど、先週はちょっと本当に喋れなくてお休みをいただきまして、皆さんで聞きましたか？私がセレクションしたガールズバンドセレクション、めっちゃ悩みました。あれ撮るのじゃない、なんだセットリストを考えるの。ガールズバンドを聴くのが好きなので、みんな楽しんでくれたらいいなと思いながら、ではじゃあ早速、もう第7夜ですね。第7夜噛んじゃった。第7夜のノンの本日のおすすめはよくある天気の話です。天気の話ってなんか会話の最初とかにするじゃないですか、ラジオとかでも。今日はでもそんな最初の会話の最初の話になる天気の話を今日はもうずっとします。今日はこのコーナーずっと天気の話今もね、今日金曜日なんだけど、めっちゃ雨降ってる。降ってた。今は降ってないの。さっき本当に10分前まで降ってた。もう梅雨入りして、もう私そうなの、梅雨入りをした日にちょっとめっちゃ雨降ってて、それで濡れちゃって風邪ひいちゃったんですよ。だからもう本当に梅雨やば。でもなんで天気の話をしようかと思ったかというと、梅雨入りっていうのもあるし、あとはそう、私本当に雨うますぎてもう嫌になっちゃうんですよなんだっけ生まれた日が誕生日9月なんですけど、台風の日に生まれました。まずもうその時からもう風、お母さんはまだなんか私生まれなかったらしくて、ずっと入院してたってお母さん言ってたから、まだねまだ移動とか少ないだろうか、あれだけど、お父さんが大変だよね台風の中駆けつけてくれたのかな、間に合ったのかわかんないけど、お父さんがかわいそう本当に。でも断ることに雨なんですよ。最近あった入学式の時はなんか津波来たし、津波来るみたいな感じだったし、その前の卒業式も雨降ってたし、雨つかな、天気悪かったし、本当に初めてディズニーに行った日も雨でびしょ濡れで大変で、しかもまんまら1日本当に雨降りすぎてて、ホテルで過ごしてました。最悪、なんかどうやったら雨女って脱却できますか？一生このままですか？
もう皆さん教えてください。私はもう嫌です、雨女なの。だってもう何をしようにも雨降るから。私の友達にすごい晴れ女な子がいて、いつもなんか天気で、あ、今日私が勝ったねみたいなアホな会話をしてるんですけど、その子は逆に雨が好きらしくて超喜んでますね毎日。意味わかんない、私からしたらみんなどっちが好きですか、雨と、なんだっけ、反対、あ、そう、晴れ雨と晴れと何がある、曇りと雪、まだ沖縄でなんか雪見たこと本当に3回くらいしかないから、私雪がいいな。でも毎日雪だったら大変そう。車運転しないなら雪がいいな。運転するのは怖いな、雪の中で。北海道行った時に本当に雪がねすごくて、道路はもう凍ってるし友達が走ったら滑るよって言いながら滑ってたの、めっちゃ覚えてますなんか研修旅行で行って、でなんか門限に間に合わないみたいな、で私たち女子3人で走ってたら、後ろから男の子がクラスメートが走ってきて、となんか走こけないように走らないみたいな言いながら、なんか私たち追い越そうとしたらその場で滑るっていう新喜劇みたいなことが起こったのめっちゃ覚えてるじゃあもう5分も喋ってるから、メールを読もうかな。まずは初めましてですね、進撃のめいちゃんさん、のんさん、こんばんスリープ、こんばんスリープめっちゃいい、こんばんスリープ、あのなんだっけ、あのナルトラさんがやってるラジオ、フリームーンラジオみたいな感じで使うかな、こんばんムーンってもうパクッと怒られるか、こんばんスリープって言われた、スリープって言うみたいな。聞いてるかな、ナルトラさん。聞いてなかったらバレないよねやめよ、怒られるのが怖いからやめとこうじゃんこんばん、のんさん、こんばんスリープ、こんばんスリープやめとこうって言った後からやってる、今日だけ。まあこの番組をもしかしたら未成年の学生の方も聞いているので伝えさせてください。タバコ、お酒も未成年の時にやったという投稿がありましたが、まあ昔も今も法律違反で刑罰になる、これ先週の放送についてですね。そう、それはまあそう、それは分かってます、分かってるんですけど、なんか昔の方がなんか緩いイメージがあって、なんででしょうね、そう言われて育ったからですかね。でもそうですよね、皆さん多分このラジオを聞いてる方は成人してる方の方が多いとは思うんですけど、皆さん気をつけてください。はい、ということで、そしてこの番組には初めての投稿になるんですが、何個か質問させてください。シーパルシープ内での、1、シーパルシープ内でのメッセージ投稿はフリーでしょうか。2、シーパルシープの店内 BGM はリクエスト可能でしょうか。ぜひお聞かせいただけると助かります。質問ありがとうございます。まず1番、シーパルシープ内でのメッセージ投稿はフリーでしょうか。フリーじゃなくて、ノンの本日のおすすめ、どうしたっけ、本日のノンのおすすめ、私が作ったのに分かんないノンの本日のおすすめっていう、私が毎週テーマを決めて喋ってて、で次の週のテーマは番組の最後に毎回言ってます。でもフリーの回もあってもいいですよね。いつかやろうかな、私がフリーで喋れるかっていう問題なんですけど、それだけなんですけど、ただなんだっけ、テーマを決めてるのはいつかやりますね、じゃあフリーで。
にシーパルシップの店内 BGM はリクエスト可能でしょうか。今のところリクエストは受け付けてなくてですね、っていうのも理由がありまして、私が最近聴いてる曲とか、このバンドいいよっていうバンドとか、すごく昔から聴いててすごい好きなバンドとかを紹介してるので、リクエストをいただいた曲がもし知らなかった場合に何も喋れないっていう懸念点がありまして、ちょっと今のところは考えてないんですけど、もし送ってくれて私が分かるやつだったら読みますそんな感じで答えになってますかね。初めてのメス、進撃のめいちゃんさん、よくコメントを昨日読んでくださる方で、でも私のこのラジオに送ってくれるのは初めてなので本当に嬉しいですね。また来週もよろしくお願いします。はい、それでは次のメール、ヤンポーさん、のんちゃんこんばんは。して天気の話ね。のんちゃんは天気予報と呼ばれたことあるね。天気予報実は俺の兄さん、かっこ次男は天気予報と呼ばれていたってばなんで天気予報って呼ばれていたか知ってるね。知らないです簡単な話、気分屋だったから。なるほどね。急に機嫌が良くなったり悪くなったりするから周りのみんなから天気予報って呼ばれていたさ。我ら兄さんだけかな。天気予報って呼ばれていたのはのんちゃん、天気予報って呼ばれていたのは俺ら兄さんだけかなってことか。のんちゃん、天気予報って呼ばれてる人はどう思うね。それじゃ話が長くなりそうだからこの辺で終わっておこうね、と見せかけてさよなら、と見せかけてこれ合ってるの天気予報って呼ばれ、これ結構悪口じゃないですか。大丈夫ですか私は言われたら悪口って捉えちゃうんですけど大丈夫ですか。なんか私は呼ばれたことないですけど、やっぱ女心は秋の空っていうじゃないですか。女の人の心は秋の空のように変わりやすいっていう、そう思われてんのかな男の人からしたら。でだって絶対これ考えたの男の人じゃない。そんなことない。え、今そんなこと言っちゃいけないか。いけないねじゃあって何、待って分かんない何も考えないで喋っちゃった。天気予報って呼ばれていた。天気予報は私はまあ呼ばれたことはないですけど、本当呼ばれたらちょっと嫌だなって思いますねちょっと嫌かも、結構なんかこんな感じでいいのかな。じゃあ次のメール読みます。こんばんは、ヤンキチです。ありがとうございます。ヤンキチさん、テーマ、よくある天気の話。日本は春夏秋冬がある。寒い日は春が待ち遠しい。そして本日春一番が吹きました。聞いたら春か、みんながそう思っています。ある年の春一番の翌日、なんと大雪、もはや笑うしかなかった思い出があります春って言ったのに雪降っちゃったんだ春一番が来たのに吹いたのに雪降っちゃったんだ春夏秋冬いいですね。皆さん何の季節が好きですか。私は結構ちょっとでこれずるいかもしれないけど春が一番好きなんですよ。分かる、なんか分かります。なんか春一番好きな季節、春っていうのずるいですよね。みんなやっぱ春好きじゃないですか。ずるくない?ずるくないならいいんだけどさなんか結構春新しい気持ちになるから私は好きで、でも内地に行ったら多分もっと春好きになっちゃうと思ってるんですよ。なぜなら4月に桜が咲くから、
桜見たことないの、私ソメイヨシノ見てみたい、テレビでしか見たことない。いいな本当に。秋も好き、春と秋好きなの。本当にずるいよね何に対してもずるいなのか分かんないけど、なんかずるいって思ってる私は自分で自分のことを夏と冬どっちが好きかって聞かれたら、冬。なぜなら可愛いね、洋服がたくさん着る。冬の方が服可愛くないですか？なんかいっぱい着込めるしっていう安直な理由でした。はい、最後のメールですのんさんこんばんみ、ラジオネームたかぼです。私は晴れ女、雨女は正直気にしていません。いや信じてませんよ。だから〇〇女でごめんねと言われたら気にしないで今を楽しみましょうと言いますね。謝ったら雨が止む、こんなことはないよね。人の心も天気も移ろうもの、雨で服を濡らしても頬を涙で濡らしてはいけないよね。何の話を、かっこわら、終わり最後なんかいいことを言って終わろうとして私が前半に天気雨女の話をするのか分かってたかのようなメールですねまあ気にしてないならよかったな。気にしない人もいるんで、信じてませんってでも言われちゃった。私はめっちゃ信じてる。なぜなら私がエビデンスだからです。皆さん分かりましたか？います。晴れ女、晴れ男、雨女、雨男はいます。なぜなら私がそうだからです。私と一緒にいたら絶対雨が降ります。日曜日にちょっと NG 撮影をねする予定なんですけど、その日もなんか雨らしいんですよ。まあ梅雨だから仕方ないけどね。もう晴れてほしいな。結構なんかね、前々から決めてた日程だったから晴れてほしいけど、みんな願っててね。そう、そのために今日ね、昨日ネイルもしたんです。だから晴れてほしいなってことで、じゃあもう結構喋っちゃったので時間がないです、いつものごとく。じゃあコーナーに移ります。本日の店内 BGM、 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。ですね、本日はともおさんの曲を流すんですけど、最近私たちアイデリックリリックっていう私バンドやってるんですけど、そのバンドのがシャイニングロードという曲を再リリースっていうんですか、リミックスし直して出しましたっていうお知らせをします。私ちょっとリリース日いろいろ勘違いしてたり、お休みになったりしちゃってて告知をもうしちゃったので、今日はともおさんを流すんですが、来週私たちの曲流しますね。では聴いてください。ともおさんで夜明けの君へ。それではまずともおさんについて軽くご紹介いたします。東京都出身のシンガーソングライターで、繊細なピアノと力強い声が特徴的で、すごく安心感のある声でいつも歌ってますなんか日本語が変だね力強くて安心感のある声が特徴的です。最近の活動では、2024年4月3日に シングル「淡い2」をリリース。私はともおさんは元気をもらいたい時に聞くことが多くて、すごくなんか聞いたらよし頑張ろうみたいな気持ちになれるので、そういう時によく聞きますね。ともおさんを見つけたきっかけは YouTube で、なんか私よく YouTube でなんか曲を漁る
ことがあるんですけど、なんか私が知らないバンドとかシンガーソングライターの方いないかなと思って、結構中学校の時からそういうのをやったり YouTube でやったり Apple Music でやったりしてるんですけど、その時に見つけたのが、その時にともさんも見つけて、最初何の曲だったかちょっと覚えてないんですけど、多分スーパーボールかな、ピアノの曲、ピアノをグランドピアノを弾いてる MV だった気がする。なんだろう、調べとけばよかった。それでこんなことちょっと言っていいのかわからないんですけど、私アンジェラ・アキさんが好きで、アンジェラ・アキさんの曲調とか雰囲気にすごく似てるなと思って困りましたね。アンジェラ・アキさんが好きな友達にも勧めたら、もう一緒にハマってよく聞いてました。そんな思い出があります。皆さんもぜひ聞いてください。いや、もう今日はこんなところで前半いっぱい喋っちゃったので、エンディングに行きます。で、そろそろシーパルシープも閉店のお時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日ものんのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週の本日ののんのおすすめは趣味、皆さんの趣味を教えてください。メッセージはのんのん ig@gmail.com nonnig@gmail.com までお待ちしております。来週の火曜日の昼の12時までに送っていただけると嬉しいです。それではセブンティーンとともに皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。Thank you.